えととはラーメン店において麺麺を食べた後の麺ののの追加注文のことである福岡市中央区長浜にある元祖長浜屋が発祥の店とされている。食べている間に麺が伸びやすく、そのために少量の麺で提供をし、替え玉で麺を追加していくシステムとして考案されたとも言われる。後の博多ラーメンの全国進出ともに各地に広まったともされるが、 全国的に見れば、最面の博多ラーメンを提供する店を中心としたごく一部のサービスである。そして、福岡をはじめとする九州のラーメン店、また、九州以外の地域で九州ラーメンや博多ラーメンの店舗であっても、必ずしも替え玉のシステムがあるわけではない。また、昼食時の混雑時には替え玉を行わないという店もある。関東地方では、 九州ラーメンや博多ラーメンの店であっても替え玉のサービスがない店も多い。また、関東では豚骨ラーメンが豚骨醤油ラーメンを指すこともあるが、この豚骨醤油ラーメンの店舗で替え玉サービスがある店舗は少数である。一方で九州では麺のみで提供される替え玉に対し、茹で麺にタレや油、具を加えて麺単体でも油そばのように食べられるメニューを 提供する動きもあり、特に2012年に茨城県つくば市のラーメン店市川が始めたあえ玉は特に煮干し出汁を用いたラーメン店を中心に定番メニューとして全国的に普及しているというあえ玉を提供する店でもほとんどの店では替え玉同様にそれ単独で注文することはできない店によって替え玉の方法が異なり 茹でた麺を器に持って出す店と、湯切りのザルから直接器に入れる店、また器を店員に渡すことを求める店もある。同時に、ラーメンダレや、ネギゴマなどを提供する店もある。前述の福岡発祥の来歴並びに茹で時間の関係から、菜麺による提供が多い。太し麺、菜麺を選択できるお店でも替え玉は、細麺のみといったところもある。 太と麺でも提供する店は皆無ではないが、茹で上がるまでに時間がかかる。一杯目と同様に替え玉でも麺の硬さを指定できる店も多く、好みにより硬さを変更して食べることが可能。自家製麺を提供する店舗の一部では、打ち立ての麺がある場合、打ち立ての麺と寝かせた麺を選ぶことができる場合もある。福岡地区では、うどん店チェーンの巻きのうどんのように、うどん店でも、 メニューとして、替え玉が存在することがある。また、福岡市のちゃんぽん店の長崎店では、ちゃんぽんでも替え玉が可能だが、その麺は、同店のメニューにもある、ラーメンの麺であるため、ボリュームだけでなくちゃんぽん麺とは違った味わいや、食感を楽しむことができる。ありがとうございます。